ご視聴ありがとうございます。カフです。今回の動画は結構作るかどうするか悩んだんですけれども、まあずっとね下向いてるとか後ろ向きでっていうのも良くないかなというふうに思いましたので、やろうと決めました。まあ少しでもね私の思いだとかそういったところが伝わればいいかなと思っております。ということで本日4月2日は段次郎さんがね主演を務めていた入ってきたウルトラマンが52周年を迎えたということで、そちらの再現料理をしていきたいと思います。作った料理に関しては第33話で登場していたパンになるんですけれども、ちょっと待てよと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、パンといえばねどちらかというと次の作品であるウルトラマンエースの方がしっくりくるかなと思うんですが、以前ですねエースの50周年の時にですね、作った再現料理というのがおはぎだったんですけれども、その時に登場していたのがダンさん演じる郷秀樹だったんですね。帰ってきたウルトラマンでもおはぎを食べているシーンがあるんですよ。ということでね、交換庫ってわけじゃないですけれども、まあ、入れ替わりということで今回はパンを作らせていただきました。帰ってきたウルトラマンっていうとね、変身アイテムがないウルトラマンなんですけれども、今やね顔と同じくらいの変身アイテムを使ってウルトラマンになりますが、帰ってきたウルトラマン見るとねなんかすごい新鮮味を感じましたね。その分不思議もいっぱいでしたけどね。帰ってきたウルトラマンの思い出としては、10話とか11話が収録されているビデオを子供の頃持っていたんですけれども、もうそれをね何十回と見たことを鮮明に覚えてますね。でその時の怪獣がステゴンだったんですけれども、帰ってきたウルトラマンといえばステゴンだってね勝手に思ってましたね。で大人になって帰ってきたウルトラマンを見る機会はっていうと、やっぱウルトラマンメビウスだったかなっていうところとか、あとウルトラ8兄弟ですか、まあそういったところで見ましたけれども、改めてね帰ってきたウルトラマン本編51話見ましたけれども、なんかいろんな発見がありましたね。かなり衝撃的だったのがヒロインの交代ですか。某サイトではヒロインの方がね別のお仕事があってウルトラマンの方の撮影に出られないというところで交代になったというところなんですけれども、もうちょっと違う交代劇があったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まさかああいう形でねヒロインを退場させるとは思いませんでしたね。結構私同様に衝撃を受けた方はいらっしゃるんじゃないかな。どうでしょうか。あとまあ昔のウルトラマンはっていうところですけれども、結構帰ってきたウルトラマンに関してはウルトラブレスレットを使って攻撃するシーンが多くてですね、そこで必ず怪獣が真っ二つになると、でその断面図が見えるというシーンがですねありまして、まあそれもなかなかの衝撃かなと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。今じゃそんなのないもんね。まあ多少ですね刺激の強いウルトラマンかなというふうには思いますが、やはり昔ならではのね良さっていうのがありますので、これからもたまにですね帰ってきたウルトラマンを見て、あとメビウスの映画とかウルトラ8兄弟とかも見て、ダンさんのね勇姿っていうのを見ていきたいなっていうふうに思いますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右のアイコンをクリック。今登録いただくと、なんとなんとあなたの好きな特撮作品の料理が再現されるかもしれませんよ。